ようブラザー、白瀬ゴロです。いつもお越しありがとうございます。先日僕がですね、ディロックの、動画出しまして、ちょっとコメントで、ご意見いただいたんで、ちょっと答えていきたいと思いました。はい。で、まず、こちら、ディロックの動画でやったのが、この、水のかかってる、バーバラで常に水を付与させてるのに対して、水状態のやつに対して強くなるアメサイと、元素熟知がアメサイ上がるんで、それで、元素反応を起こして戦うっていうようなビルドの紹介しました。見ての通り、水が乗ってる相手に対して攻撃しながら蒸発、攻撃しながら蒸発ってどんどん乗ってると思うんですね。これが1.5倍の威力の、水から炎っていうのと、あとはなんでその威力の低いもんで、わざわざそんな伸びないことするんですかみたいなことだったんで、ちょっとね、コメントでやり合っても、もう正直話が通用しなかったんで、動画にしました。はい。で、こちらなんですけども、理由としては、クールタイムが違います。火から水に行く元素反応の起きるクールタイムというのは多分3秒ぐらいあるんですよね。それに対して、火から水に対してのクールタイムというのが、1秒ぐらいになります。なので、1.5倍っていう数字なんだけど、2倍の、火から水っていうものよりも、非常にダメージの、効率的にはいいんじゃないかなっていうので、これにしましたね、普通に。はい。で、それを証明する動画はこれからなんですけども、こういう、コメントが来てるんですね。なぜ今更、こういったツッコミが多すぎるということなんで、バーバラの公演風の水、水をつけるって、僕もなんか、それ知ってる前提だったんで、クールタイムが1秒と3秒ぐらいの差があるから威力に差が出るって知ってる前提で話したんで、すみません、ちょっとちぐはぐな返事になっちゃったんですけど、それに対して、二凸の話、これ二凸の話じゃないです。蒸発の場合は、水元素でやる場合は2倍、1.5倍。あ、これのこと言ったんだ。実際検証されました。知ってるんですよね、僕。で、元素クールタイムがあるので、蒸発かかります。かかりまくりませんので、火渡しも有用。火渡し有用なのは別に別の話なんですけど、クールタイムがあるのはありますよ。だから蒸発かかりまくりませんと。これって多分どっかからの情報をそのままやったんだと思うんですけども、秒数が違うんですよね。どっちからかけるかで。威力が違うイコール何かが気づかなきゃいけないんですよ。威力が違うイコール何かがデメリット、メリットあるんですよ。で、承知しました。これから情報を提供したいと思います。その後もなんか来た、熟考とおっしゃいましたが、そのままと。妖怪は火だめ2倍ですし、カフカなら納得しますが、あえて蒸発というチョイス。だから、ディルックってバツバツバツで3発打つんで、それで蒸発入っていくっていうシステムなんで、間隔が短ければ短いほどいいんですよ。だから、結局3発殴ればいいじゃないですか、3秒で。3秒で3発殴ればいいループで、1.5倍、1.5倍、1.5倍で、かなり能力が、威力が伸びると。そういうことですね。証拠の動画、今ちょっと流したいと思います。はい。燃えてるやつもいいです。火が入る。入らない。蒸発入った。 OK。 で、撃つ。また燃えて。これぐらい。多分これぐらいがベストかな。はい。じゃあ、ここで今の、簡単に説明すると、このなんだろう、原神のウィキのホームページ、ちょっと今回使わせていただきます。今発動したのが、ここの蒸発ですね。水から火をつけて蒸発するのか、火に水をやって蒸発するのかってところで、こちらがダメージの計算が、どれぐらい、加算されるかっていうところなんですけども、火の燃えてる状態の相手に水でいくとダメージがね、2倍になるっていうことなんで、かけ方が1.5倍の水から火に対してのダメージよりも、
まあ、非常に高いと、ね、いうところで、まあ、こちらの方をね、結構注目されてやったりとかすると思うんですけども、これでただ単にね、蒸発、同じ蒸発なのになんでこの倍率が違うのってところで、普通っていうか僕だったら何かね、からくりがあるんじゃないかなとか普通に思うわけですよね、うん、なのでただ単純に火から水でやった方が、あ、単純にこっちの方が威力高いし、やるなら火から水だよねっていうふうな考え方で思考が一回止まっちゃうと、こういうことが起こっちゃうんですよね。そうじゃなくて、水から火に行くのになんで 1.5 倍で下がるんだろうっていうふうに考えたんですよね。そういうふうに考えると、蒸発ってクールタイムみたいなのがあって、まあ、火から水っていうのが、まあ、結構3秒近くクールタイムがあるんですが、今の動画見てもらったら分かると思うんですけど、水から火ってやつはクールタイムが1秒くらいなんですよ。要するに水がしっかり乗って、火をやった時に蒸発ダメージになる、その感覚が3秒ぐらいなのか、まあ、1秒ぐらいなのかっていう話なんですね。3秒もあるのかな、ちょっと細かくはやってないですけど、2秒半ぐらいから3秒ぐらいはありますね、はい、で火から水の場合は、まあ、1秒だと。なのでダメージは多いんだろうけど、そこの元素反応が起こる確率、その間隔ってのが長くなるのがこちらの火から水で、水から火っていうものがダメージが下がっちゃうんだけど、1秒ごとにかけることができるんでっていうことで、まあその下がる、そりゃ下がりますよね、うん、だからここのからくりがね、わからないっていうのは、多分どっかの情報とかを見て、それでもうそれなんだ、火から水で行くっていう風になっちゃって、それ以上考えないからなんですよね。そうじゃなくて、ちゃんとこの数値が違うってことは何かあるっていう風に、その疑うとか探究心みたいなのがないと、ビルド考察とかっていうのがそもそもできないんですよね。僕はこういうのに気づくんで、はい、でまあこういうのがあって、ここに着目して、僕は先日上げたディルックの動画で、水をバーバラのでつけて、その攻撃を、蒸発をしっかり全部にかけていくんだっていうような感じで、水元素が乗って、水ってすぐ乗るんで、水が乗った相手に対して、ウサイの、水元素に対してのダメージが上がると、そこら辺の考慮してのビルドだったのに、まあ、そこら辺が分かんない方が結構まだまだ多いのかなっていうところですね。でもこれの原因としては、多分なんですけど、そのモナの動画とかがあって、モナの蒸発をかけるときにクールタイムがありますから、その炎から水の蒸発の情報しか皆さん流れてない。だから皆さんは蒸発イコール火から水がダメージ倍率いっぱいあるよねっていうところでまずストップしちゃってるのと、ダメージが2倍の方で、そっちでしか着目しなくなってるんで、まあ炎と水のクールタイムがあるんだみたいになって、あ、これ3秒ぐらいかかるんだみたいな感じだったら、蒸発かけるタイミング気をつけなきゃねみたいな感じで終わってるんですよ。そうじゃなくて、ちゃんとダメージの差があるんだから、それは何かしらの差があるってことなんですよね。だからそこにちゃんと気がついた方がいいんじゃないかなっていうところは、僕は非常に思います。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後に、ベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。